マスカラ・ドラダは、メキシコの覆面レスラー。ハリスコ州グアダラハラ出身。現在は、アメリカのプロレス団体 WWE に、グランメタリックのリングネームで所属。父は、ヒターの妹はヒタナ。2005年7月14日、プラタ2号のリングネームで、プロレスデビュー。2007年、メタリックに改名し、CMLL に拠点を移す 2008年4月13日、オクシデンテウェルター級王座を保持するプレデターと対戦。この試合に勝利を収め、自身初となるタイトルを獲得した。7月18日に開催された、トルネオグランアルタナティバニドスカラスジュニアとのタッグで、初出場を果たす。決勝戦まで進出するも、ウルティモ・ゲレーロドラゴン・ロホジュニア組に敗北を、喫し、準優勝に終わった。 11月、現在のリングネーム、マスカラ・ドラダに改名。7日に開催された、スーパー・ビエルネスにて、ラ・ソンブラ、ラ・マスカラ・と組んでロス・イホス・デル・アベルノと対戦し、ドラダとしてのデビュー戦を勝利で飾った。2009年4月7日、CMLL 世界、スーパー・ライト級王座を保持するロッキー・ローメロと対戦。勝利を収め、同王座を獲得した。 2010年5月8日、新日本プロレスが主催するスーパー、j t タグトーナメントに、バリエンテと組んで出場。1回戦で、アポラ55と対戦するも、試合は、自身が田口にピンフォール負けを喫し、予選落ちとなった。9月7日、ネグロカサスが保持する、CMLL 世界ウェルター級王座に挑戦。これに勝利し、第25代王者に輝いた。 2011年1月4日、レッスルキングダム V に、ソンブラと組んで出場。重心サンダーライガーエクトールガルサグミと対戦し、勝利。同月22日、CMLL と新日本の合同工業、CMLL ファンタスティカマニアに参戦。自身が保持する、CMLL 世界ワイルター級王座の防衛戦として、田口と対戦したが、 敗北を喫して王座から陥落した。同年5月、新日本が主催するベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに初出場。予選落ちとなってしまうが、公式戦で田口と再戦し、勝利を収めたことから、6月18日、ドミニオン6.18にて、田口が保持するウェルター級王座に挑戦。ピンフォール勝ちを収め、同王座に返り咲いた。その後、 2012年、2013年、2014年と1月に開催される CMLL ファンタスティカマニアには連続出場を果たし、新日本の準レギュラー的な存在になり上がる。2015年1月19日に開催された CMLL ファンタスティカマニア2015にて、 一年間の期間限定で新日本プロレスの所属選手として契約を交わされたことが発表された。その走行試合として同大会のメインイベントでラ・ソンブラと対戦。20分に及ぶ激闘の末ピンフォールを負けをきしたが試合後のマイクパフォーマンスでソンブラとの再戦を誓い新日本プロレスでの活躍を決意した。4月5日 インベージョンアタック2015にて、IWGP ジュニアヘビー級王座を保持する、ケニー・オメガに挑戦。スピード感あふれる攻防を展開。終盤に、肩車の要領で担がれるが、裏カ穴で切り返すも即座に体勢を入れ替えた、ケニーにより、ショートレンジニーを食らうと、変欲の天使を決められ敗戦。5月、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア、トゥエンティッチュに B ブロックでエントリー。 5勝2敗、勝ち点10という好成績を残すも決勝に進出するに至らなかった。12月19日、ロード2、東京ドームにて武士と CMLL 世界ウェルター級王座戦を行う。ことあるごとに武士の仲間であり、セコンドを務めるロス・インゴベルナブレスでハポンの内藤、哲也の介入に苦しめられ中盤には、 セコンドの後藤博士王旗が乱入して内藤と乱闘を行いながら退場するが終盤にエビルが現れレフェリーのマーティー宣言の注意を引くと武士から毒切りを暗いブシロールから MX を決められ敗戦王座から陥落した2016年1月22日 CMLL ファンタスティカマニア2016にて因縁のある CMLL 世界ウェルター級王座を保持する武士に挑戦。武士のセコンドである内藤哲也の介入により苦しめられるが、自身のセコンドであるアトランティスが内藤を襲撃して退場。中盤にはエビルがパイプ椅子を所持して登場するが、ドロップキックで場外へ追い出すと、 トペスイシーダを決めて武士と一騎打ちとなる。終盤に毒斬りを狙う武士に、トラースキックで阻止すると、ジャンピングパワーボムからドラダスクリュードライバーを決めて、勝利。ベルトを奪還した。同月24日、田口隆介＆アトランティスと組んでロス、インゴベルナブレースでハポンと新日本プロレス所属としての、ラストマッチを行う。終盤に、 観客からのドラダコールを背に受けて、ブシへ、スワンダイブミサイルキック、ランニングシューティングスタープレスへとつなげ勝利を狙うが、内藤の介入で急所を蹴られるとブシから、ブシロールを決められ敗戦した。試合後、観客に向けて、マイクアピールで、感謝の胸を伝え歓声を浴びた。2016年7月、WWE 主催の、WWE クルーザー級クラシックに、 リングネーム、グランメタリックで出場し決勝に進出したが、TJ パーキンスに敗退し準優勝。CMLL 世界はエルター級王座を腰に巻くドラだ。ありがとうございます。